いてしまいました。泣いてきたんだ、泣いてたんだね、うん、そしたらそこへ誰に、そしたら猿さんが来ました、うん、僕は木登りだったから、だからうまい。どういたしましてって。どう、最後の一枚であるじゃない。うまい。みんな手叩いたね。上手だ。お話うまい。上手だね、今ね。よーし。じゃあもう一つの話をしてやる。この話はどうだ。昔あるところに一本の木でできた橋がありました。橋がある。その橋のそばに2匹の2頭のヤギさんがやってきました。このヤギさんはこちらへ行こうとしてね、こちらのヤギさんはこちらへ行こうとしました。そして同時に橋を渡ろうとしました。そして橋の真ん中へ来ました2匹の2頭のヤギさんは喧嘩をしました。そこどけ、やだ、お前こそどけ、僕が渡るんだ、いや僕が渡るからお前こそどけってと言って橋の上で喧嘩をしました。ねえ、こんなこと喧嘩しちゃいけないね。そうして2頭のヤギさんはぶつかって足をね滑らせて川の中にドボンと落ちていきました。終わり、まあ、おバカさんだね。じゃあこの話を前でしっかりしょ。はい、みんなにも絵は見える。リアルだな。で、あるところに橋がありました。ううじゃあこれを2番これ2番でしょ。で、1番終わったから一番後ろやるな。それで、そしてどうしましたか。2頭のヤギが来て橋へ渡って、どうした、喧嘩をヨウになってる。なんでヨウになっちゃったって、もう飛んじゃったの、早送り。で、2頭のヤギさんがもうちょっと前、そして喧嘩をしてしまいました。うん、喧嘩をして見えないって。神社ってみんな見えるにしたけどね。見えるか。それで喧嘩をして。喧嘩をして。ぶつかってしまいました。ぶつかってしまいました。そして喧嘩をして。ヤギさんは橋から足を滑らせて落ちてしまいました。わあ。この人お話しましたね。また小説家だ。みんな手叩いたみたいな。とっても上手だ。よし、じゃあ座っていこう。いいか。じゃあ今度は先生がお話を作ってあげる。いい？じゃあ僕ね、リアム君に聞いてみよう。リアム君ね、お日様が出てる昼と夜とね、雨とね、雪とどれがいい？え？ Which one of these do you choose？ 雪。え？雪。ほら、雪が好きだって。じゃあリアム君ね、今度ね、山とね、川とね、ビルと家、どれがいい？川。川がいいか。よし。子供と林先生と、お化けと鳥、どれがいい？これ？鳥がいいか。それじゃあ、走ると踊ると飛ぶと鳴く、どれがいい？飛ぶがいいか。じゃあ話をしてあげよう。いつだったかな、忘れちゃった。冬。あ、冬、冬の寒い日のことでした。雪がたくさん降りました。子供たちは野原に出て雪だるまを作りました。雪だるまさんができました。わー、雪だるまできたぞ。子供たちは大喜びです。でも雪はどんどん降りました。寒い日のことでした。どこだった？川。どこ？川。近
近くに川がありました。川の水は凍りませんでした。水が流れていました。雪だるまさんは川のそばにいましたが、ここは寒いとこだな、近くに川があるし、そこへ誰が来ましたか。鳥。誰が来ましたか。鳥。何。鳥。鳥が来ました。あ、鳥さんが来ました。鳥さんがやってきました。鳥さんも今日は寒そうですね。寒いよ。あ、あんなところに雪だるまさんがいるぞ。そこで鳥さんは雪だるまさんの近くにやってきました。ねえ、鳥さんは言いました。今日は寒いですね。すると雪だるまさんはこう言いました。じゃあ抱っこしたいからいらっしゃいよ。雪だるまさんは鳥さんを抱っこしようとしましたが、ねえ、あなたに抱っこしてもらうとますます寒くなってしまったよ。そこで何をしたのかな。飛ぶんだよ。飛んでいくの。うん。飛んでちゃうの。あ、そっか。そこで鳥さんは言いました。せっかく雪だるまさん、あなた親切な人だけども、私やっぱりあなたに抱っこしてもらうのはやめます。マスクしといて。目が赤いからな。ちょっと危ないかもしれんぞ。おばくちょっと離れろ。ね。そして鳥さんは雪だるまさんから飛んで離れて行きました。おしまい。ね、今度。今度はじゃあみんなに作ってもらうよ。ね。今度は一人ずつ。いや違うよ、僕ねクレヨンとね浮き輪でね話を作ってもらおうと思うんだけど、クレヨンと浮き輪という言葉を使って話を作ってほしいんだけども、できるあなた。じゃあ作ってごらん。クレヨン。じゃあ待ってて、聞いててよ。クレヨンと、いい座ったもんでよ。どんな話。男の子はクレヨンで、うん、絵を描いていました。じゃあ浮き輪はどうする。絵を描いていたけどつまらなかったからプールに行って浮き輪で泳いでいました。 OK。 今の上手だった。みんな手叩いたんだって。じゃあ今度松山さん作ってもらう。いい。島とね自動車、島と自動車でお話を作ってほしいんだけど、松山さん、どんな話ができる？自動車で走っていたら教えちゃダメだよ。じゃあ教えない。じゃあ作ってみろ。じゃあ誰かわかんないか、わかんないで作ってみろか、ね、誰か作ってくれる人。はい、はい。じゃあ坂上くん。ん？どうする？こう話ね、順番はね、こうでもいいんだよな。自動車と島だからどうする？できる？どうして島から自動車？じゃあ山田君作ってみろ、どうする？わかんない。わかんない？わかんない自動車が？何やってる？島通ってて、いいよ。海に落ちた。そうなんだ。そういうのが怖い。怖い。よし、大野君で。あるところに、いいぞ、出だしが。それで、あるところに、あるところに、そしてその男の人は島に行こうとしていました。うまい。話し方もとっても上手ですね。もう一回手叩いてみよう。今の話し方とっても正しいのまたね。じゃあもう一度先生ね、真似して言ってみるからな。あるところに、あるところでか、あるね、男の人が車に乗っていました。車に乗って島へ行こうとしていました。いいな。じゃあ今度はこれ、サメとね、はい、サメとカニ。はい。じゃあ松山さん、どうする？
サメっぽくない。シッ。サメが、うん、サメが、サメがカニを、カニを、いいぞ、サメがカニをどうしますか。サメがカニと、あれはカニとでもいいんだな。サメがカニと、それでいいのよ。みんな手叩いてあげてよ。それでいいの。分かったか。それでいいんだぞ。それじゃあ今度はね、もうちょっと難しくする。リンゴと子供と3枚スコップ。これは難しいな。あ、分かった。はい。はい。はい。じゃあ作るか。はい。作ってみるか。はい。作ってみる。はい。じゃあ志賀さん作ってごらん。砂浜で、小山を作って遊んでいました。うん。お腹が空いたから、すぐ近くの木にあるリンゴを食べてみました。うまい。三枚で作ったぞ。子供が砂浜でスコップで遊んでいましたと。お腹が空いたので、近くの木になっているリンゴ、やめてください。いじらないぞ。はい、いじってはダメ。はい、リンゴを取って食べました。うまい。みんな手叩いたり、はい、よし、じゃあ今度は山と、お母さん一緒に来ればいいんですか。山とお花とお日様。はい、できる。じゃあ作る。はい、高橋さんどうする。うん、山にお花が咲いていて、お日様が空にありました。うまい。みんな手叩いたり、あまりできたぞ。山にお花が咲いていて、空にお日様がありました。よし、じゃあ今度はお父さんお母さん、いい？船、海。はい。まだまだまだ、もう一枚の欲張って今日いか。魚。はい。まだ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 。子供。はい。これ全部できる？やってみるか。これ全部使うんだぞ。子供と海と魚とお父さんお母さんと船なんだぞ。これやる。できるか。さっきはあの大場くんの紙芝居とっても素晴らしかったから、そう、でも大場くんちょっとやってみろ。大場くんじゃやってみろ。聞いててごらん。昔あるところね。あるところ。ここお父さんとお母さんが船に乗っていました。うん、船乗ってました。そして子供は海の中に魚を見つけました。ビューティフル、スーパー、みんな手叩いたんだって。お話をどうでしょう。おお、お父さんとお母さんが船に乗っていました。子供は海で魚を見つけました。いいお話だ。5枚使ったぞ。じゃあ今度が難しいぞ。さっきとすごいの。ああ、5枚だもんこれは。じゃあ今度ね、このカードバラバラにしちゃうの先生。バラバラにしちゃうんだよ。バラバラ。ね、順番の通りに言わなきゃダメなの。いや、見ないの先生でね、もうバラバラにするとこ大変なのよ。変なのできたかもしれない。いいか。じゃあいいか。まずここからいくよ。まずこれ、お日様、3枚だよ。3枚。お父さんとお母さん、いい？今度は何だろう。いいか。船、この3枚で、はい、この3枚ではないです。じゃあ松山さん、お父さんとお母さんは船に乗っていました。お父さんとお母さんはお日様を見ていました。うまい。みんな手伝いだよ。手伝いだよ。よし、じゃあ次またちょっとバラバラにしてね。小野くん、いいか。ねえ、レッツ。うん、レッツ。メッツ。やるときもメッツ。いや、僕やるときも、いや、もう見てないから。